さあ、それがこの講師の向きを変えたことによってどのように反映するでしょうか。これより第2クォーターに入ります。福岡大学は今度はスタンドから見まして左から右に攻める格好になります。福岡大学セカンドラウンド残り1ヤード。ディフェンスプレッシャーありまして急遽ランに切り替えたスクラブル。しかしこれによって右オープンを独走し大きく攻撃権更新です。福岡大学ファスター、見事なランを披露していますのは11番の大前。4回生のクォーターバック素晴らしいプレーを見せています。福岡大学相手陣に入りまして相手陣36ヤードからファーストアンテン。大前のランが炸裂しています。ハンドオフオプションから自らキープし相手ディフェンスが来る中それを絶妙のバランスでかわしながら9ヤードのゲインと変えています。福岡大学セカンドラウン残り1ヤード、ボールオンは相手陣27ヤードの位置にあります。成功。ここでクォーターバック11番オプションフェイクからエンドゾーンへのパスを投じました。しかしターゲットカバーされていると判断しパス不成功になっています。攻撃はサードダウンに変わります。さあここでどのようなプレーを持ってくるでしょう。福岡大学サードの残り1ヤード、クォーターバック自らの総力で突破を図らんとしましたが、しかしこれは西南踏みとどめます。フォースダウンに変わります。ここでホイッスル。先ほどのプレーファーストダウンに届いたかどうか実測します。サイドラインにありますチェーンは実際の10ヤードを指しています。これによって実際に測って今止まっている地点が超えているか否か判断します。超えています。攻撃権更新ファースター。先ほどのランプ非常に厳しい状況でしたが最後の一粘りで攻撃権更新になりました。従いまして福岡大学攻撃権更新しファーストダウンとなります。さあ1回目の攻撃に戻しました。ボールオンは相手陣26ヤードの位置の絶好の位置です。福岡大これを生かすことができるでしょうか。西南はこれを防げるでしょうか。福岡大学ファーストアウト。成功。
クォーターバック11番左にロールアウト、そこから奥に走り込んだレシーバーへのパスを投じましたが、このパスディフェンスカバーよくパス不成功になっています。さあ、まず最初のプレーは封じられました。次のプレーはどのようなプレーを持ってくるでしょうか。福岡大学セカンドダウン10、パス成功。今度はレシーバーを内側に切り込ませ、そこからキャッチアンドランを図らせました。ワイドレシーバー3番これをキャッチし、13番でした、キャッチしまして約8ヤードのゲインとしています。しかしサードに変わります。キャッチしましたのは13番の中山、宮崎南高校出身のプレイヤーです。福岡大学サードダウン2、ここで内側のレシーバー交錯させまして、ワイドレシーバー0番にパスを投じました。0番これを手に触れることができましたが、キャッチできずパス不成功となっています。福岡大学フォースダウンに変わります。さあ、この最後の攻撃権どうするか、プレーを敢行します。福岡大学フォースダウンギャンブル、ここで選択しましたのはクォーターバック11番のランプレー、大前自ら走路を作りまして攻撃権更新です。福岡大学ファスター。さあ、福岡大の攻撃継続となりました。ボールオンは相手陣14ヤード、福岡大学ファースト10。クォーターバック11番にプレッシャーが殺到しました。これをなんとか振りほどいてパスは投じ、10番キャッチしましたが、しかし結果的には約2ヤードから3ヤードロスになっています。ここは西南学院のディフェンスが素晴らしいプレッシャーをかけています。福岡大学セカンドダウン13、ディフェンス殺到する。クォーターバックはどこへ行くか、パスを投じます。しかしこのパス不成功、なんとかパスを投じんというところですが、ここでイエローフラッグが発生しています。ここでディフェンスに反則がありました。ラフィンザパサー、パスを投げ終わった選手へのヒットです。これは危険な行為として重大な反則に扱われます。本来は15ヤードのバッタイですが、残り距離ありませんので、この半分の距離のバッタイという形になります。しかし攻撃権はリセットされ1回目になります。従いまして福岡大学ファーストダウン獲得です。さあ、これによって福岡大学は相手陣8ヤードからの攻撃に入れます。
この距離ですと攻撃権の更新はもうありません。4回のチャンスでタッチダウンを狙います。福岡大学ファーストアンドゴール、残り8ヤード。ここでしかしイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどのような判定が下されるでしょうか。先ほどのプレー反則はありません。ノーフラッグです。従いまして正当なプレーとして扱われます。パス失敗となりましてセカンドダウンに変わります。しかし福岡大学のチャンスには変わりはありません。ボールオンは相手陣8ヤードから福岡大学セカンドダウン2ゴール。ここで福岡大スクリーンパスを企んでおりました。スクリーンパスは相手のダッシュをすれ違いざまにし、手前にいたランニング枠にキャッチアンドランブロッカーをつけて走らせるというデザインプレーですが、パスが乱れましてこのパスは不成功です。しかし結果的には先ほどはプレー自体が崩れかかっていたので、この形によって かえって優位な位置を保っています。福岡大学サーダウン2ゴール8ヤード。クォーターバック10番オプションフェイクからその逆サイドに流れてエンドゾーンに向けてパスを投じましたが、しかしディフェンスカバー厚くパス不成功となっています。ここでホイッスルが吹かれました。ここで福岡大学が前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。この絶好の機会、しかしフォースアウトとなりましたことで福岡大学タイムアウトを入れました。花さん、そうですか。実況がない配信という形だったんですね。ただ、一般的にはそれが普通な形だと思います。なかなかこういった水球のやり方をやる方はいないと思いますが、お眼鏡叶いまして幸いです。さあ正念場かもしれません福岡大。ここを決めると状況は一変するかもしれません。それだけに大きなポイントです。相手陣5ヤードからのフォースダウン2ゴール、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。さあラッシュクルガー、クォーターバックかわせるか、かわしていった、タッチダウン。選択したのはパスプレーでした。しかし聖奈学院が猛ラッシュ、クォーターバックここで一か八かのスクランブルに行きました。執念でそのままエンドゾーンに体にねじ込んでタッチダウン。福岡大学6点返しました。見事な判断でタッチダウンに返しましたのはクォーターバック11番の大前でした。素晴らしい判断でした。ここで福岡大学に交代違反の反則がありました。
アメリカンフットボールはフィールドの中11人以下でなければいけません。先ほどのこのキックのフォーメーションに変える際にフィールドの中に12人いた模様です。5ヤード下がりましてトライ4ポイント、やり直しという形になります。このキック決まりまして1点追加、福岡大学7点、仙台学院大学14点となりました。まずワンタッチダウン返しまして、その差を埋めた形になっています。面白い展開になってまいりました。その得点を挙げました福岡大学のキックオフで試合再開する形になります。キックオフをいたしますのは10番のプレイヤーです。リターナーは後ほどご紹介させていただきます。10番の加賀が務めます。さあ西南学院リターン入ります。これを福岡大ナイスカバー、展開する前に仕留めました。16番のナイスタックルです。リターナーは仙台学院34番が入っておりました。福岡大学タッチダウンを上げたことで勢いが出てきた模様です。仙台学院自陣18ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。ナイスディフェンス。ここでランプレーをまず展開しようとしました。しかしこの左にオープンのランプレー、西南学院失礼しました。福岡大学41番見事なチャージをかけましてノーゲインに変えています。41番ラインバッカーの木村でした。総督高校出身の4回生です。もしかすると高校時代のアメリカンフットボール経験者かもしれません。さあこのランプレーも止めました。中央へのランプレーを敢行しようとしましたが福岡大ディフェンス殺到しましてこのラン阻止しております。1ヤード押し返しサードダウン11の状況に変えました。西南学院サードダウン11、ターゲット1番、しかしこのパスをキャッチできずパス不成功、フォースダウンに変わります。西南学院フォースダウン11、ボールオンは自陣10、7ヤードの位置にあります。パントフォーメーションを取りました。果敢に相手を飛び越えんとするリターンを決めまして相手陣入ったところからの攻撃を福岡大得ます。勇敢なリターンを決めましたが6番のリターナーでした。6番の江口、大牟田高校出身4回生。さあ勢いづいてきました福岡大学、相手陣43ヤードからの攻撃でこのシリーズ始めます。福岡大学ファーストダウン10。
成功。まずプレイアクションからのパスを展開しようとしました。しかしディフェンスのカバーよくパスを投げ捨てる形でパス不成功です。福岡大学セカンドダウン10、ここでトラブルが発生しました。ミスアサイメントが発生したようですが、クォーターバックなんとかノーゲインで踏みとどめております。サードダウンに変わります。福岡大学サードダウン10、ここでイエローフラッグが投じられました。反則が発生している模様です。なんとかスクリーンパスをキャッチアンドランし攻撃権更新図らんというプレーでしたが、この反則は果たしてどちらにあったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則発生地点から10ヤードバッタリする形でサードダウンやり直しとなります。福岡大学自陣49ヤードからサードダウン17の状況に入りました。さあこれを突破できるでしょうか。成功です。西南ナイスパスカット。この距離パスで突破を図ろうとしましたが、西南学院大学41番、これをパスカットしましてパス不成功に変えています。41番は脇田、清風高校の出身の4回生です。福岡大学パントフォーメーションを取ります。このパントをギリギリサイドラインギリギリを攻めまして、西南学院大学陣16ヤード付近で外へで、この位置で攻守交代となります。西南学院自陣16ヤードからファーストダウン10。ナイスディフェンス。ここでオプションプレーを選択しました西南学院。しかしオプションピッチをした瞬間に福岡大学52番がタックルしまして、このダウンを約4ヤードロスに変えています。素晴らしい対応でした。福岡大学52番は沢原、福岡大大濠高校出身のプレイヤーです。福岡大、西南学院セカンドダウン14、
攻。クォーターバック、ここでオプションフェイクからのパスを投じました。ターゲット2番、これを見事にキャッチしましてゲインしています。しかしそのギリギリの状況で福岡大学がタックルしておりますが、さあ判定はどうなるでしょう。攻撃権更新です。西南学院大学ファスター、見事攻撃権更新を果たしました。さあ西南学院攻撃続きます。パス不成功。今度は右サイドライン際へのロングパス、ターゲットは2番でした。しかしこれは福岡大学カバーしておりましてパス不成功となっています。セカンドダウンに変わります。西南学院セカンドダウン10。ここでロングパスを投じました西南学院。しかしそのパスを取ったのは福岡大学47番、インターセプトにより攻撃権奪取となった模様です。しかしイエローフラッグが発生しています。そのリターンの最中に福岡大学にペナルティーがありましたので、それが施行され10ヤードバックする形になります。しかしインターセプトによる攻守交代は成立しました。攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは47番の武田でした。福岡大大濠高校出身の1回生です。さあ福岡大学相手陣35ヤードからの攻撃、前半残り時間は1分47秒。さあ攻めきるでしょうか。パス不成功。ここでクォーターバック11番、右にいました6番へのフレアパスを投じましたがディフェンスカバーしておりましてパス不成功です。前パスは失敗ですと時計も止まります。残り時間この1分42秒が0となりますと現在のポジショニング、タイムアウトの残数は全てリセットとなります。従いまして福岡大はこの有利な状況で攻めるにはこの残り時間をかけて勝負しなければいけません。このパスは不成功です。このパスは不成功。中央走り込んだ18番にパスを投じましたがわずかにパスがショートしていました。パス失敗でサードダウンに変わります。福岡大学サードダウン10。前半残り時間は1分35秒。レシーバー10番、これをキャッチし味方ブロッカーへキャッチした一気独走、ゴール前に迫る素晴らしいランを決めました。福岡大学ファスター。さあ福岡大学は相手陣4ヤード位置に入りました。この位置からのファースターントゥーゴール。ここでホイッスル。
ここで西南が前半1回目のタイムアウトを取りました。相手のプレーを出方を見まして、その直前でタイムアウトを取りました。このあたりタイムアウトを取るタイミングも駆け引きとなっております。前半残り時間は56秒となっています。状況は福岡大学が相手陣4ヤードという絶好のポジション。この残り1分ない攻防注目しましょう。福岡大学ファーストアンドトゥーゴール。パス成功、しかしギリギリで止めました。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。先ほどのパスでゴール前1ヤードに迫りました。ここで福岡大学前半2回目のタイムアウトを取ります。おそらくですが福岡大学のオフェンスの選手が負傷したため、このままですと10秒減算の措置が入ります。この10秒を惜しんだがためにここでタイムアウトを入れる模様です。さあこれによりましてタイムアウト明けのプレーはどのようなものか注目になります。ボールオンは相手陣1ヤードというポジションになっています。しかし残り時間は47秒。福岡大学このセカンドアンドゥーゴール、どのようなプレーを持ってくるでしょう。ここでトラブルありました。なんとかクォーターバックを抑えていますが、結果的にはロスに変わっております。ここでホイッスル。福岡大学ここで前半最後のタイムアウトを使います。さあいずれにしましてもこのサードダウン、フォースダウンという状況になるこの2回のチャンスが重要です。試合再開です。タイムアウトを解けます。福岡大学サードダウン2ゴール、残り5ヤード。ギリギリ
ーバー18番滑り込んでキャッチしました。タッチャー福岡大学6点獲得です。見事タッチダウンしましたのは福岡大学18番の山口、筑前高校出身の4回生です。そしてトライフォーポイント、このキック決まりまして1点追加、福岡大学14点、西南学院大学14点、同点となりました。序盤の状況、西南学院が一気に押し切らんという状況にありましたが、中盤より福岡大学が粘り返し、今試合は振り出しに戻りました。先ほど得点を挙げました福岡大学のキックオフで試合再開です。さあ西南2ターンに入る、左を迂回するように、そして縦へ切り上がりまして自陣26ヤード付近の攻撃位置を得ます。西南学院大学自陣27ヤードからファーストダウン点、前半残り時間は23秒。パス不成功です。西南学院ここでタッチアウトになりました。一気火星のロングパスでここで得点アゲンというところでしたが、これは福岡大学素晴らしいパスカバーでパス不成功に変えています。西南学院大学セカンドダウン点、ここでクォーターバック自らが中央をねじ込みましたが、結果的にはノーゲインとなっています。ここで前半の時間がなくなりました。前半戦終えまして西南学院大学グリーンドルフィンズ14点、福岡大学ブラックナイツ14点、同点で前半戦終了です。まさに三強直接対決にふさわしい熱戦となっております。双方ともこの前半の攻防の中で突破口を見出す作戦が、果たしてこのハーフタイムで見出すことができるでしょうか。このハーフタイムの間をインターバルとしまして、配信の方も一旦音声の方をオフにさせていただきます。後半近く開始近くなりましたら再び音声入れさせていただきます。